はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学52日目、最終日ですね。やってまいりましょう。今日は新しいワークじゃなくって、もう後半の振り返りをね、さらっとやっていくというお話です。はい。ね、これまでいろいろ見てきたらね、なんかね、ミスってね、そのままになってるやつとかも結構ありますね。今消していくっていうね。はい。でですね、26日目までが前半でしたから、27日目ですね、振り返りやっていこう、と思います。27日は何をやったかっていうと、まあ、悲しみに打ち勝つっていうことですね。過去いろんなね、皆さんにとって辛かった体験、しんどかった体験っていうものを思い出してみて、自分の人生にどんな意味があったか、どんな学びがあったかっていうものを振り返っていく、そんなものでした。それから28日目がね、期待をコントロールする。うん。で、これに関しては、こう人から期待をされて、それに応えるっていうのに一生懸命なりましょうっていうものじゃなくって、どちらかというと、自分が自分に対してどこまでできるのか、どんなことができるのかっていうレベルを推し量っていきましょうというものです。それから29日目、自分に優しくする。まあ、日本人なんだかんだね、自分に対していろいろ結構厳しい場面がありますから、自分、結局、人が、あなたに対して厳しくすることって結構あるんですよ。だからこそ自分にくらいこうやって優しくしましょうねっていうワークをやってきました。それから30日目は成熟するということですね。一つ何かができるようになっていったら、やっぱりそれをさらにレベル上げてどんどんできるようになっていくことって大事だと思うんですよ。じゃあそれどうやってやっていくのっていうワークを取り組んでいきました。そして31日目が本来の自分に戻るというものですね。本来の自分って何かっていうと、自分が特に幼少の頃ですね、幼かった頃に対して、もう時間を忘れて夢中になってずっとやり続けてきたこと、何に対して幸せを感じたか、喜びを感じたかっていうことを振り返っていこうというワークを取り組んでいきました。そして32日目が分からないを受け入れるんですね。情報社会ですから、まあ、いろんな知識とか情報が溢れる中で、やっぱり知ったかぶりをするって結構恥ずかしいことなんですよ。知ったかぶりをして、結局知らないじゃんって言われるのは恥ずかしいけど、でも知ってないと、なんか置いていかれるっていう不安があるから、知ったふりをしてしまうっていうところなんですけど、でもその分からないっていうことが、実はあなたの知識ではなくて、知恵を深掘りしていくためには必要なことですよっていうのをワークで取り組んでまいりました。そして33日目が嫉妬から学ぶですね。これはその例えばカップルで異性の、まあ、彼氏彼女が自分と同性のね誰かを見てたとしたら、なんでそんな見るのよとかっていうのをスタートして、人が持っている才能とかスキルに対して嫉妬を覚えたことによって、自分が頑張ろうと思うきっかけを持ったこととかありますかとかっていうワークを取り組んでいきました。それ34日目は内なる声を聞くと、結局これって自分が一体何をやりたいのと、ね、本当にやりたいなって思うことじゃないのに一生懸命になって時間とか労力とか無駄にしていることってありませんかっていうことをやってきました。そして続いて35日目が自分の感情を理解するっていうことですね。結局自分が今怒ってるのか喜んでるのか悲しいのかっていうことを理解しないまま、自分が本当はやりたくないのに取り組んでいるっていうようなことが、感情に対してこう抵抗感を覚えてしまって、結果パフォーマンスを下げて無駄な時間を過ごしてしまいますよっていうことをですね、をやってきました。そして続いて36日目が受け入れるですね。これはまあこう幅広い意味になってくるんですけれども、いろんなことがある中で結局もう怒ってしまったことは事実として受け入れざるを得ないわれても、それはしょうがないよねっていうことを通して、じゃあそれを怒った上で自分がどう行動を取るのがふさわしいのかっていうのを深掘りしていく、そんなワークでした。そして続いて37日目が偉業を観察するということですね。偉業っていうとなんか歴史の偉人ね、坂本龍馬が開国の一条になったとか、エジソンが発明品をたくさんやったとかっていうように、なんかすごく大きなことをイメージしがちなんですけれども、そうではなくって、あなたにとっての小さなこと大きなこと関わらず成功できたことっていうものは一体どんなものがあったかと、でそれを再現するところから始めてきて見て、自分が今今後掲げていってやりたいなって目標をどんどん達成していきましょうというお話をしました。続いてありがたい敵を作るということですね。やっぱりライバルっていう存在が大事ですと、ね、ライバルがいるいないとであなたの取り組んでいることに対してのそのスキルの習熟度とか、それから、成功への近道とかっていうのが変わってくるという話をしました。例えば筋トレなんかでも友達と一緒にやってて、まあ、回数が大事ってわけじゃないですけど、腕立て伏せを先にどっちが30回できるようになるかっていうと、一人でやってたら1週間かかるのが、ライバルでやってたら3日で30回できるようになったとか、そういう話です。そして続いて39日目が可能性を信じるっていうことですね。あなたには
どんなことができる能力があるのか、どんなことを身につけるスキルがあるのかっていうことを深掘っていくために、簡単な質問を通してですね、こんなことができる、あんなことができるっていうことを深掘っていくワークを取り組みました。そして40日目は人を伸ばすっていうことですね。これは人を教育するっていう部分ですね。親子関係とか上司部下関係とか先生と教え子関係みたいなところですね。で、その上で人を育てることによって、実は自分が一番成長してるんですよっていうことに気づいていく、そんなワークです。そして41日目が決断をするですね。僕なんかのちょっとした例なんかを話したんですけど、ここではその高い買い物は即決するけど、安い買い物は結構その購入頻度が高いから、なんかって考えちゃうよねみたいな話をしたんですけど、皆さんはいろいろと決断をするときに何を軸にして判断をしますかっていう話をしていきました。で、自分がこれを買うときとか、こういうことをするときに、こういう判断軸で決めるっていうことを決めておくことによって、やっぱり時間とか皆さんの使うパワーとかっていうのを節約していきましょうという話です。そして42日目は安心できる場所を作ると。人間成長するためにはちょっとチャレンジングなことをして、時にはしんどいこととかにも取り組んでいかなくちゃいけないんですけど、そればっかりやってると、もうなんかゴールのないマラソンを走り続けていくようなもんですから、疲れ切っちゃうと。だからそうなった時に、疲れた時に自分の体力を回復する場所、安心できるような場所っていうのを作っていきましょう。これをコーチング用語ではコンフォートゾーンなんかっていう風に言ったりしました。そして43日目、ごめんなさいね、なんか鼻がズル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 って、ね、ちょっと花粉症の季節でね、これまで花粉症じゃなかったんですけど、なんか最近ダメですね、もう鼻がズル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 もう出てきてしまって大変なんですわ今。はい、43日目は親密な関係を作るということで、これはですね、人生100年時代を生きる、まあ、ライフシフトという本の中でもやっぱり人間関係が大事だっていうことを話しているんですよね。特に人生の後半、老後になってくると、これまで培ってきた人間関係をうまくどう活用するかによって、より豊かな人生を送っていくことができると。じゃあその親密な関係って一体どうやって作るのっていう話をしていきました。続いてバランスを取るですね。これは仕事とか学校生活とか日常生活とか友達関係とか遊び趣味とかっていうもので、いろんな自分がやりたいこととかやらなくちゃいけないことがある中で、人生に対してどのくらいの時間をかけて、どのくらいの労力をかけて、どのくらいの準備をして、でどれだけ実行するのかっていう、そのバランスをどうやって取っていくかっていうことなんですよ。で、若い人に陥りがちなのは、あれもやりたい、これもやりたいっていう優先順位が定まらないまま、思いつくままにバン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 やっていくから、結局時間が足りないとか、お金が足りないとかっていうことになっちゃうんで、結局何やりたいのって優先順位きっちりと決めていきましょうねっていう話をしています。で、45日目がお金を理解するですね。さっきの親密な環境を作るっていうところでも話しましたけど、人生100年時代生きる中で、お金っていうのももう一つ大事な基軸になってくるんですよ。そうなった時に、お金をどうやって稼ぐのかとか、お金をどうやって使うのかっていうことを理解しないままに、もう本能赴くままに稼ぐ、使うっていうことをやってしまうと、結局最終的に手元に何も残らない、いざ必要な時に苦しんでしまうっていう状況があるので、お金は大事なものなんですよと、いうことを理解していく、そんなワークを取り組んできました。そして46日は本当の目標を知るですね。これいつかちゃんとしたそのコーチングを絡めた深いワークを組んだ話をしていきたいと思ってるんですけど、目標って皆さんね、立てた方がいいっていうふうに思うと思うんですよ。で、目標立てるんですよ。立てるけど、結局やらないまま、叶わないまま終わっちゃうケースって多いと思うんですよね。で、なんで叶わないのか、やらないのかっていうことを掘り下げていく、そんなワークをやっていきました。結局はね、目標立てます、じゃあその目標を立てた上で、なんでそれを立てたのと、でそれ達成するとどんないいことがあるのと、その達成した先に一体何をイメージしているのっていう、ここまでが浮かんでないんですよ。なんとなく体重10キロ痩せたいとか、お金1000万円貯めたいとか、仕事で課長になりたいとかって目標立てるんですけど、じゃあ10キロ痩せたあなたはどうなるんですかと、何ができるのと、1000万稼ぐたら何ができるようになるの、課長になってどんないいことがあるの、ここまで浮かんでないから、もう課長にならなくていいかとか、10キロとかってハードル高いだけだったなってなっちゃうんですね。そうならないための目標を深掘りしていく、そんなワークです。続いて47日目、転職を見つけると。これはですね、簡単な3つの質問を答えてもらって、今やっている仕事があなたにとって転職なのか、それとも新しい転職を見つけるきっかけになるのかっていうワークをやっていきました。
そして48日目が気持ちを切り替えるですね。もうへこむこととか落ち込むことってたくさんあると思うんですよ。そんな時に簡単にそのマイナスになってしまっている気持ちをポジティブに転換していくための方法っていうのを取り組んでいく、そんなワークです。それからですね、49日目、深く根を張るですね。これちょっとね、意味が分かりづらいと思うので、またこの49日目の動画見ていただけたらと思うんですけれども、結局あなたを動かす、その原動力になっているものは何ですかというものを深く改めて気づいていくというお話をしています。詳しくはワークやってみてください。そして50日目が心を開くですね。自分が何に対して喜びを感じるのかとか、人とどういう付き合いをしていきたいのかっていうことをはっきりと知らない限りには、なんとなく惰性的に付き合っていたりとか、惰性的に日常を過ごしてしまうっていうケースに陥りがちなのが我々人間です。なのでそうならないためにも、何が自分を動かすものなのか、深く根を張るに続いて、さらに自分の心理的な部分を掘り下げていく、そんなワークに取り組んでいっています。そして51日目最後が未来から今を眺めるっていうことですね。で、これっていうのは、例えばその先人の知恵を借りようとかっていうものもあるんですけど、それって過去からの学びですよね。そうじゃなくって、もっと身近な、しかも未来の、人から、あなたが今すべきことっていうものを学んでみましょう。アドバイスをもらいましょう。じゃあ一体それは誰か？ワークをやってみてください。お楽しみに。という、以上でですね、51日目までのワークを取り組んできました。で、改めて、やったことあるワークだったとしても、やったことのないワークだったとしても、取り組めば取り組むほど新たな気づきがあるっていうことはもう、まあまず間違いないんですね。で、成長を実感したりとか、新たな見識を広げるためにも、ぜひですね、何度も何度も繰り返しワークにチャレンジしてみてください。はい、ということでね、ワーク自体のお話をお伝えするのは今日が最後です。52日目ね、ちょうど本来は1週間ずつ取り組んでいくワークなので1年間分なんですけれども、ここまでで終わりということになります。で、明日はですね、おまけっていうところでハーバード心理学最後の動画を上げますので、ぜひお楽しみにご覧いただけたら嬉しいです。ということで、本日最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。